おはようございます。声が枯れてる。えいうえおあお。おはようございます、こんにちは。久しぶりにポルトフィーノに来てます。で、今回頼みましたのはハロウィンのスペシャルセットですね。こちらがメインのパスタスパゲティですけども、何だったかな、パンチェッタとなんとかのなんとかシーフードのポモドーロとパンチェッタのこれ、あ、クリームソースか、クリームソースのパスタ、どっちしようかとピンとはええよ迷ったんですけど、むっちゃ最後まで迷いましたが、なんとなくこれに決めました。いや、魚介系結構あのエビとか乗ってて食べにくそうやったからっていう感じです。でもこれ撮影の準備してる間に結構伸びてきてそうな感じがしてちょっと困ってます。とりあえず喉が渇きましたんで、アイスコーヒー氷なしから。焦ったらいかんよな、焦ったら本当のあのね、今こうストロー剥くのをこう焦ってこう剥かれへんっていうね。焦るの分かるやん、これも伸びちゃうからね、どんどんあの餅状になっていっちゃうから。はい、そうそう、ポルトフィーノは前菜から食べるんじゃなくて麺から食べやんと伸びちゃうからね。というわけで、パンチェッタ、お前見てほら、もう固まってるもん完全固まっちゃってるもんな、もうね。ペシャキンチーズ、パルミジャーノレッチャーノかな、パルメザンチーズ、パルメザンチーズとパルミジャーノレッチャーノって違う、一緒。本当は2つぐらいかけたいねんけど、なんか2つ取ってコメントが荒れても嫌やからむっちゃ小市民やね。むっちゃ混ぜます。なんかこの緑色の麺はなんだ、麺じゃないぞこれは、なんだこの野菜的な感じ、緑色のこの、ちょっと一発巻いてみますか。よいしょ、なんか緑色の得体の知れない物体、これも麺かな、あ、麺だまあクリームソースなんで安定の美味しさっていうやつですね。で、ソースの味わいはこちらのあのベーコン、ええ感じで存在感を出しております。なんかあんま喋ることないなんやろ、美味しいよ。なんか具材ばっかり残ってしまった。後半じゃがいもが若干重たくなってくる。それ考えたら魚介の方がええかも若干重たいなじゃがいも。で、続きましてじゃじゃん、こちら前菜ですね。内容としてはこちら、魚介がトマト魚介ちゃうけどトマト、プチトマト的なやつ、むきエビがありまして、その下にはポテトがポテトで固定されてます。その隣にはタコがありまして、これ若干艶やかなのはあのオリーブオイルがかかってる感じです。そして一番奥に控えしはムール貝的なやつかな、ムール貝的なやつです。おいしい。で、こちらにあるのが何やろ、肉団子的なやつ、肉団子っぽい、ちょっと割ってみる、割れ、ちょっと無理やな、あ、割れた、肉団子ちょっと解体ショー的であんまり美しくないですけど、肉団子です。何このガリガリした歯ごたえ、なんかシャキシャキ感のある野菜がついてる。そしていよいよ大トリを務めます、こちらデザート、私と私のイマジネーションが相手だ、今度は私と私のイマジネーションが相手だっていう感じで、これ多分マレフィセントの角ですよね、これね、これ来たらやっぱあれですよね、お決まりの、これでいけるかな、
僕の姫ランタストローじゃダメだ、マレフィセントを倒せない。これでいくぞ。君がどんなに強くとも、これは僕のちょっと声でかすぎて、姫なんだーだーだだだだだー、君がどんなに強くとも、これは僕の夢なんだ。いや誰にも見られてないことを祈る。じゃあ本編いきます。本編って何？余興終了。じゃあこちら割ります。喜んでるし、見せてあげる。まあムース系やんな、どうせ多分。どうせって言い方よいしょ。おー、なんかむっちゃぎっしりチョコレートっぽくないですかこれ。美味しそう。うん、やば、やば、これはうまい、これはうまい、これはやばいこれは食べるべき。いや最初に食べときたかったな。もうハロウィンも後半や、リピート的に。うん、おいしい。うん、やば、これだけおかわりした。やっぱチョコレート最強やな。チョコレート最強すぎる。はい、ということで、マルフィセントいただきました。マルフィセントじゃないか、久々のポルトいただきました。まあ、前菜とメインはいつものあのスパゲティとあのっていう感じなんですけど、あのデザートがチョコレートなんで、チョコレート好きにはたまらん美味しさで、まあジャファー様、あのヴィランズ初年度のジャファー様とまで、あそこまでの感動はなかったですけど、やっぱあれがマックスでしたからねとか、一昨年かなのクリスマスのジャンドゥーヤほどの感動はなかったですけど、あのチョコレート好きにはたまらん美味しさなんで、デザート単品だけでもはね、売ってくれたらいいんやろうけど、売ってんのかな、多分売ってんのかなっていう感じで、ハロウィンもそう、もうすぐ終わります。今日が何日だ、今日が10月14日日曜日ですんで、もうあと半月ですよね。半月でハッピーハロウィンで終わっちゃいます。ヴィランズワールドは今年がラスイヤーってのありますんで、あの皆さん悔いのなきようにお楽しみいただければと思います。それではさらばちゃん。